個性豊かな忍び隠れの里が登場するナルト。その中でも主人公をいじめる陰湿極まりない里ということで有名なのが木ノ葉隠れの里です。この隠れ里には様々な一族が登場しますが、一族同士のガチバトルになったらどの一族が一番強いのでしょうか。今回は木ノ葉隠れの里の一族最強ランキングをまとめてみました。第10位、秋道一族。秋道長寿までで16代も続いている伝統ある一族です。倍化の術をメインとして戦い、圧倒的質量により肉弾戦で驚くべきパワーを発揮します。ですがカロリー摂取をしないと時間とともにパワーが衰えてしまうため、長期戦にはやや不向き。カロリーこそパワーです。秘伝のドーピング丸薬を使っても燃費の悪さは否めないため、秋道一族が10位にランクインです。第9位、山中一族。自分の精神を放出し相手に乗り移ることができる新天神の術をメインとして戦い、後方支援では圧倒的な強さを誇ります。個人戦では相手の精神を錯乱させる神乱神の術という相手を同士打ちさせるという凶悪な術も持ち合わせています。恋敵の桜もこの術を使われていたら今とは違う結末になっていたかもしれません。しかしながら命中させるのが難しく、使う場所や戦うシチュエーションにもかなり左右される術ですので、山中一族は9位にランクインです。第8位、奈良一族。影を操る影縛りの術をメインとして戦います。影首縛りの術など個人戦での物理攻撃もできるため、秋道一族、山中一族よりも頭一つ抜けている印象です。身動きを封じる攻撃と相手の裏をかく戦略で翻弄しているバトルシーンにうならされました。めんどくせえとか言いながら一番めんどくさい戦い方をする一族かもしれません。口たれおバカ深丸が率いる奈良一族が8位にランクインです。第7位、油目一族。秘伝の術で虫を操る機械中の術をメインとして戦います。作中では影の薄い存在でしたが、シビが弾道に能力の高さを認められていたり、シノが根にスカウトを受けていたりとなかなかの功績を残し、暗部やオロチマルと組んでいる者も多いため優秀なことがうかがえる一族です。体の中が虫だらけというデメリットがあるからこその能力の高さかもしれません。いくら能力が強くても普通の人には体が虫だらけになるのは耐えられないですね。強すぎて逆に出番を与えられなかった不遇な油目一族が7位にランクインです。第6位、志村一族。作中では志村団蔵のみが描かれていますが、初代火影、千住柱間と内葉マダラの会話から一族の実力も確かです。志村団蔵は内葉一族の能力であるシャリンガンと柱間細胞の両方を移植したチート級の人物です。凡人が必死になって天才の力をかき集めた結果とも言えるでしょう。とはいえ体から柱間の顔が生えていたり、腕に目ん玉びっしりだったり、憧れる姿とは言い難いです。端的に言ってかなり化け物。せっかくのシャリンガンもうまく使いこなせず、助けに命を奪われています。何個もシャリンガンがあるからといってイザナギを雑に使ってしまうのが致命的でした。木ノ葉を守るためであれば人を犠牲にすることも厭わない。団蔵を率いる志村一族が6位にランクインです。第5位、サルトビ一族。メリケンサック尖らせたおじさんや歴代最強のホカゲと言われているプロフェッサーこと三代目ヒルゼンの一族です。この一族は突出した忍術は持ち合わせていませんが、平均的に能力の高いエリート集団といったところでしょうか。5つの性質変化を全て使いこなせたり、区内の切れ味のみを追求したり、センスのいいお色気の術を使いこなせたり、三代目がすごいだけではと思ってしまいますが、一応アスマも守護人十二使というなんかすごいチームの一員でしたし、コロハマルも常任にまで昇格しています。とりあえずいろいろとハイスペックなサルトビ一族が5位にランクインです。第4位、ヒューガ一族。忍びの始祖の羽衣の弟羽村の直系の子孫である一族。ヒューガはコノハにて最強。このゆえんは投資能力に優れ、体内の経絡系を投資できる血系限界白眼であります。この白眼で相手の経絡系を直視し、チャクラの流れを乱す転結をピンポイントで攻撃する戦闘スタイルで、近接戦では間違いなく最上位クラスと言えるでしょう。ヒューガ一族が使う銃剣は肉体の内側を破壊する技として恐れられています。デメリットは常に黒目が白くていじめられがちなことと、目の周りの血管が浮き出て気持ち悪いといったところでしょうか。また白化粧回転という当時は絶対防御と言われていたヒューガ一族の技もスタノーの登場により完全に過去のものとなりました。ヒューガ一族が最強かどうかはかなり疑問ですが、ナルトやサスケを見ても最強を名乗り続けるヒヤシ様のメンタルは最強ではないでしょうか。ナルト屈指のヒロインの政略結婚が噂されるヒューガ一族が4位にランクインです。
第3位の発表の前に、惜しくもランクインしなかった一族についても少しご紹介いたします。犬塚一族。人間という犬を武器にし、得意の嗅覚を生かした攻撃、探索を得意としています。ダイナミックマーキングというただの放尿技なんかもあるので、ユニークで面白い戦い方をしますよね。小学生が大好きなやつです。ただ他の一族と比べると嗅覚だけが秀でてる感じなので、今回はランク外とさせていただきました。畑一族。畑佐久間と畑かかしのみしか描かれていないためランク外となりましたが、佐久間はあの3人をもしのぐ強さと言われ、かかしも圧倒的センスの持ち主ですので、一族として栄えていたら強力なこと間違いなしですよね。かかしの婚活を望むばかりです。さてここからは第3位から第1位の発表になります。どの一族も強力な一族ですので、心してご視聴ください。第3位、渦巻一族。主人公ナルトの一族で、千住一族の遠縁であり、例外もありますが基本的には赤い髪をし、多量のチャクラ量を誇る一族です。ナルトの髪色は父の波風港に似たみたいですね。封印術を得意としていることから、九尾の人中力としても活躍しています。純渦巻一族にはナルトの母クシナやカリン、ナガト、クォーターの渦巻一族には千住柱間と渦巻ミトの孫、ギャンブル中毒の綱出さんと、そうそうたる面々ですね。生命力お化けの渦巻一族が3位にランクインです。第2位、内葉一族。言わずと知れたシャリンガンを使う一族で、忍びの子孫、羽衣の長男、インドラの直系の子孫、容姿端麗で美形が多く、男からも女からももてはやされるずるい一族です。戦闘スタイルは忍術、幻術、体術の全てに精通し、シャリンガンで相手の技をコピー、攻撃を予測するなど、あらゆる状況に対応します。万華鏡シャリンガンやリンネガンといった超強力な道術を開眼することができ、他を圧倒する力を手に入れる忍びも現れます。シャリンガンから派生する術には絶対防御のスタノー、回避不能のアマテラス、精神破壊のつくやみなどがあり非常に強力。弱点としてはブラコン、パソコンに陥る人物が多く、愛が重すぎる一族な気もします。シャリンガンはメンヘラ遺伝子と引き換えに手に入れられる力なんですね。研究熱心なヘビ博士率いる内葉一族が2位にランクインです。第1位、千住一族。忍びの子孫、羽衣の次男、アシュラの直系の子孫、特に初代火影の千住柱間は唯一オリジナルで木刀を使える忍びであり、それだけでなく綱手の創造再生を常に続けるオート回復機能持ちです。花一個ありません。またその強い生命力を持つ細胞は柱間細胞としてさまざまな忍びに利用されており、いかに強力な力を持っているのか分かります。細胞だけでパワーがある一族です。そして忘れてはいけないのが千住柱間の弟ドビラマです。木炭は使えないにしても金術開発のプロフェッサーで、数々の卑劣な術を開発しています。特に江戸転生は序盤から終盤まで猛威を振るっていた恐ろしい術。細胞になっても強い男と金術のプロフェッショナルが率いる千住一族が第1位で最強の一族です。まとめ以上、コノハの一族ランキングでした。皆さんの予想通りでしたか？意外な一族もランクインしていたのではないでしょうか。あなたの推しはどの一族でしょうか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。